行けばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。頼まれていた素材は今大変なんです。村人たちが、おい、パスカル、どうした。一体何が。推測、貴重な情報源であるパスカルの問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。 赤毛の双子に言われてた資材が揃ったな。私に行くか。
機械生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。ああ、エーテルさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して、このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エンジェルさんは、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。置くわけにはいかない。Thank you.
全部か。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか。ああ、エートゥーさん、村は、村の皆はどうなりましたか。すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃工場跡地に避難させています。わかった、ひとまずそっちに行く。粉々にしてやる。普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回
この工場は安全なのか。以前暴走した機械生命体が住んでいたのですが、トゥービーさんが撃退してくれて今は安全なんです。ここしばらくは私たちが資材置き場として使っていました。わかった。ここで籠城するにも、もう少し情報が必要だな。推奨、パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報あり。なんだって。本施設への侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。考えるのは後回しだ。今はとりあえずこいつらを倒さないと。
夫ですか、エイトゥーさん。ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。こんなことならあの子たちに。お願いがあります。この苦痛に私は耐えられません。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。この苦痛に私は耐えられません。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。ポッド、パスカルの記憶を。了解、記憶消去プロセス開始。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。消去終了。再起動タイマーをセット完了。パスカル、